素の自分を撮られるって撮影っていかがでしたか。なんかそうですね、やっぱりちょっと気恥ずかしいというか、普段はやっぱりその全く違う人間になるのでそんなに恥ずかしさとかはないんですけど、あと普段なら絶対泣かないので、こう全然泣かないです。結構そうです、ここら辺とかもう本当に気持ちを込めて泣いたので、こういうシーンを向かい側に好きな彼がいて、ね、告白してきてくれて嬉しくて泣くみたいな設定があるんですけど、どっかのドラマみたいですちょっとどっかのドラマみたいで、でもあの全く私がそういう状況になったことがないので初めての経験だったので、完全に妄想でやってたんですけど。する方ですか、される方ですか。好きなら多分自分から言っちゃいます。はい、告白するなら、あんまり引っ張られるのが好きじゃないので、あの結構わがままなので、あの自分のやりたいことをやりたいので何でも許してくれる人がいいです。衣装、あの私結構黒が好きなんですけど、今日も黒衣装を着させてもらって、で今日はやっぱりちょっと女の子っぽく襟ぐりのついた可愛いワンピースをさせていただきました。全然泣いてないんですか最近。泣かないですね、普段あんまり。なんだろう、あのこの前高校の卒業式あったんですけど、卒業式も泣かなかったですね。まあ仲いい子は絶対みんな会うだろうって思ってたので、そんなに分かるって感じがしなかったので、結構全体的にポジティブなのであんまり暗いことも考えないのに泣かないかなって。泣いたとしても嬉し泣き以外はそんな泣かないで。小島藤子、A ボタンボール7言葉、ぜひ見てください。バイバイ。